さて、いつもとは違ったわっしょい米子祭り、いかがでしたか、横田さん。僕の母校だったりとか、まあ、それ以外の学校だったり、僕の恩師先生だったりとか、すごく共演していて、もう純粋に楽しかったなと思って、米子市の音楽文化盛り上げるって言っておきながら、こっちがその元気もらうぐらいな、本当に米子のみんなが、その学生のみんなが、生徒のみんなが音楽をすごく楽しんでる感じがしまして、ですごく僕自身なんか影響を受けて、あ、こういう風に楽しかったよなとか学生時代思い出したりとかして、なんかすごくなおさら米子が好きになったって感じありますね、生徒さんのおかげで。まあ、わっしょい米子祭りって変わらず、米子市の音楽文化を盛り上げたいだとか、米子市民の皆さんにもっと音楽を身近に感じてもらうっていうテーマのもとやっていて、まあ、来年のことがこう見えない中でも、その2つのテーマを軸に、来年に向けてまた動き始めているところなので、そうですね、今回の学生さんの素晴らしい演奏を、また、わっしょい米子祭りで届けたいですし、まだまだ米子には素晴らしい音楽団体がいらっしゃるので、なのでそういう団体とともに自分たちも成長しながら、また米子に帰ってきて、さらに進化したわっしょい米子祭りを来年はお届けできたらなと思っております。